リートなんで。スイートフォン。ゆっくり見れるっていう意味でね。で、あの試着できるし。そうかそうか。それはあった。確かに。食べていい？うん。食べていいってさ、あなたね。いい。でも、おはぎとどっちにしようか悩んだんだけど。うん。もうみたらし団子大好き、昔から。よしさ、昔さ、みたらし団子のこのみたらしってどうやって作るとかやだって言って、なんか作るったのも覚えてた、私。本当、うん、でも多分それはね、挫折しとうと思った。作ってない。中学ぐらいの時。私結構中学ぐらいの時でさ、あの、お菓子作るってね、プリン作ったとなんだかんだ言わなかったし、なんか。プリンあんま覚えてない。みたらしのタレを作るのになんか悪戦苦闘しとったのを覚えてた。うん、何を入れたらこんな風にね、とろっと甘くなるとかやなって醤油と砂糖とうーんとか言うのかな。でも確かに醤油と砂糖やな、これね。醤油と砂糖かな、片栗粉何やろ、何でもさ、青きな粉がさ、枝豆でできとうことを知ったのは大学の時だね。あんなの和菓子店とやからやん。でもまだ和菓子はさ、洋菓子と違ってさ、うん、難しからほうがね、うん、格好はみんなに同じなのにさ。でも、なんていうか思っとったの、やっぱり職人ってすごいなぁと、ね、職人はすごい。で、あの、言いながら、もう2本目やけど、うん、早い。で、別にあの、早食い競争やないって言って。うっかく嬉しい、うん、もう本当、僕のお茶の先生、うん、いい先生でさ、うん、あんな80代になりたいなと思う。うん、だって、なんて言うんだろう、あのね、例えばさ、あーちゃん、目の浜と2つでけると、あ、だから、要は、大学で、まあ、草場先生習ってね、うん、で、そのまま引き続き習いたいと思ったら、もう先生がその頃もう90いくつやったよね、もうそろそろ100歳になろうかっていう、うん、だからもう一からまたね、その教えるのは私はもう好きなんけんっていうことでさ、まあ、その敏子先生にやってたけど、私がさ結婚少々かとか付き合いようときに先生に全然相談してなかったじゃん。それでその茶道部の月曜日、私がほら土曜日にお稽古行きよったね。それでもう結婚が決まってどうのって言った時に、結婚相手の方のルートからもう茶道部の後輩にもう伝わってしまっとったわけよ、うん、そしたら月曜日に先生、吉見さんと何さんと吉見さん結婚するそうで、ご結婚されるそうですねって、私の報告の前にその聞いちゃったもんやけん、面白くないね、うん、それで私嫌われてしまったと、先生が。そこで嫌われるのもよう分からんけど、まあ、でも先生は、うん、自分の子供を里子に出してあなたを養女にしたいぐらいっていうぐらい、あの先生は私のことをもう娘のように思ってくれとおっしゃったもんやからさ、それでさ、あの先生に完全に嫌われてしまってさ、それまではもうまるでだから厳しい面もそのあるいはいい面も本当もう娘のように可愛がってくれる人たちけど、もう吉住さんに習っちゃダメよっていう。で結局披露宴にも来てくれんしゃれんかったって呼んだっちゃけど、そんな表裏のあるようなあなたのね、その披露宴にね行くような、私はそんなあれじゃないって。でもね、私がね相談せんかったのは、自分の人生はその人に相談して決めるもんじゃないって思っとっただけであって、その先生に相談するような、先生はね、そう、私は相談されるような器じゃないんだって思っちゃった実証とか、なんかそれが悪いふうに取りしてたかもしれんけど、私はそんな人に相談せんやない、そんな。あなたもそうやない、そけん本当に決めない頑固ととかさ、本当よね、人に相談せんやん、私たち一緒にトイレも行かんかったのに、二人やなんか全部ち、で年齢いってきてんから なんか、ね、年齢いったらなんか楽しそうなのいいねとか今は話しようけど、うん、どっちかというと自分のことは自分でするみたいなねえ。そんな人に特にそんなこととかさねえ、思わん。あなただったら、私の性格知ったあなただったら、私が相談せんかったのっていうのはすごい分かってくれると思うけど、別にいいじゃんそれで、彼女が決めたことなのね、だけど先生にしてみればそのいろんなお話をしよったのに私には話してくれんかったっていうのは、先生にしてはもう裏切り行為やったわけで、それでもう気まずくなってしまう。でも私はお茶を続けたかったけどね。それで学生の時にあの親元研修で知り合った人に取り付く、もうそこに誇しくつてなかったからさ。
私続けたいっちゃうけど、その先生、そのあなたの先生は受け入れてくださるかしらっていうこと。それが目玉先生で、目玉先生のところでそれこそ6年通ったっちゃうけど、売り場を始めてから忙しくなったっちゃう、うん、でもだこんな感じ、もう、まあ、大体想像つくと思っちゃうけど、もうほんとこんな感じやもんやけど、お稽古に土曜日休みって取れんようになったで、2年くらい全くもう、その2年じゃない、10年そのお稽古を全くしないっていう時間が過ぎてね、で、なんか心もカラッカラに乾いとってさ、このままじゃちょっともお茶に戻れんことになるねと思ったわけよ。で、あの逆にお茶に触れてなかった時間もなんだかんだいうのは好きやけん、やっぱ見たりなんかこう、ずっと知識が増えていくわけだな。で、先生にふとさ、あ、そうだ、同じご長男にさ、あの裏千家の先生おっしゃったいと思ってさで、あ、先生すいません、続けたいんで、ご長男の先生のところに、島崎先生のところに変わっていいでしょうかって、まあ、もう本当になんとか時間作っていこうと思ってますけど、もう気がついたら10年お休みしてますって。で、このままじゃちょっともうお茶からお茶に戻れそうにないんで、いいでしょうかって。それで心よく、あ、もうそれ続ける方が選びなさいって言ってくださって、もうだけこっち側から挨拶する前に先生から電話があってるから、あなたいつから来れるのみたいなそれで、予想から変わってきた子っていうのは、最初例えば先生様子見で一から教えた、要するにほら続かないかもしれないとかさ、やっぱこう最初は様子見しちゃったりする先生も面白いわけね。だって私要するに高校の時から言ったら5人先生知っとうけさ、うん、だからやっぱいろんなタイプが面白いね。もう80歳やけん、今日の今日教えとかな、多分来年ないかもしれんと思っとちゃった。もう私来年生きてないかもしれんだけん、今やる気があって来る子にはもう全部教えろって思っとちゃった。それがもう変なわだかまりも何もないっていうのが、その先生の中で達観しとおっしゃうのが、こう私の中に感じ取れるって、ああこれやなと思ってからね。だけどどこどこから来た人とか、自分が一から教えた人、何もかそんなこだわりもあんまない。今やる気がある子にもう一生懸命こう教えとこうっていう、あこれやねと思ったね。だけどこだわるところとこだわらんでいいところ、こだわらんでいっちゃう、そんな、なんかそんな経歴と、今頑張ろうってしよう、今の瞬間を頑張ればいいみたいな、ね、そういう意味ではだけ年齢がいってきて感じ取れることがやっぱりいっぱいあるね。でも思って、その40代で今こんなこと感じよ、たらきっとね、だけど分かるよ、その先生が、私がその恋愛中とか結構その付き合い間とかもその相談しなかったっていうのを先生が 裏切りだと、腹もう劣化のことが腹が出て、披露宴も出たくない、出ないっていうぐらいね、気持ちを入れてくれとおっしゃったわけよ、うんうん、だってさ、親とかにだって1から10まで全部相談するようなタイプじゃないもん。だけどね、まあこんな人なんですよだけあ、だけどその後もおかげさまで、どこに行ってもね、あの先生からいろいろ教えていただいたことをね、なるべくこう実践して、もうどこに行っても可愛がられてます。もうこんな風にね、あのいろんな人に受け入れてもらえるようなあのことをね、ずっと教えていただいて、どこに出ても恥ずかしくありません。で、先生から教えていただいたこと、あ、これが基本だってあの思っておくことがあってね。だけどどこに出てもそのタジタジすることもないし、どこ行ってもあの可愛がられますって、もう本当おかげさまですっていうのを書いたことがあったら、それからご返事いただくようになるからね。いや、それはそのあなたのその努力ですよとか。いや、でも本当にね、やっぱ厳しい先生にもう一挙一投足を教えてもらったっていう基本があるけんね。私そのお茶のお稽古を振り返ったら点々としたように見えるっちゃうけど、まあいろいろあるわけですよ、こうやってだけコロコロ変わらざるを得なかったっていうような、もしその立場の人がおったら、あのそれはそれで全部ね、コロコロ変わりよけんダメだとあの言っちゃいけないんでしょうけど、ね、あのなるべくやったら本当に一回始めたことはもうずっと続けたいという意味ではね、あの結婚を途中下車しておくことに関してはどう。でも忍耐力なかったもんね、私ね、なんか中学くらいの子、忍耐力は努力が足りんかった。だからぐらいの時代で忍耐力を求められることってなかった。ああ、まあ部活、うん、と勉強、うんうん、でも結局だから、いや頑張りようだけど、でも 120%
努力しようとかって言ったら、まだもうちょっと頑張れたんじゃないかとかは分かるよね、その自分がね、やっぱね。ストライクゾーン広がっていくね、年取ってきたらね。春町、春町、JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。